事務所が入居する、久屋 YS ビル吉本工業東海支社とは、吉本工業が名古屋市中区に構える事務所。1988年10月に、吉本工業名古屋事務所として開設され、1993年に、吉本広工事小劇場を開館、同時に、吉本総合芸能学院の名古屋校も開校された。同校は2005年に閉校するも、 2019年4月から再開された。2007年9月30日まで、吉本工業当会社であったが、同年10月1日に、吉本工業の持ち株会社化に伴い、新設主会社に移行、2019年6月に、親会社の吉本工業が社名変更したのに伴い、吉本工業当会社に名称変更。略称は、 かつては、名古屋吉本で、2005年夏頃からは、吉本東海となっていたが、その後再び、名古屋吉本に戻されている。事務所は、中草加江子の1の32にある、久屋 YS ビルの6階に所在。過去に、直営の専用劇場があったが、2005年7月に、閉館した。2015年9月以降は、大須演芸場の定席において、 所属芸人を原則毎日一組ずつ客演という形で供給している。また、吉本の地方事務所の中では、安カ都市を輩出した札幌吉本、博多花丸、大吉やパンクブーブーを輩出した福岡吉本と比べると地味な存在であり、広島吉本と友達でありライバルなどと揶揄されることがある。ここから、 東京吉本に移籍した芸人としてはブロードキャストやボルサリーノなどが挙げられる。その一方で、東京進出後に他事務所に移籍した芸人から、その後全国区へ出世した者が多数いるという現象も発生している。名古屋吉本においても、ベース吉本や5アップ、吉本のシステムに近い所属芸人のランク分けシステムが存在した。ただし、 名古屋の場合は開設されたばかりで芸人の数も少なかったため、このシステムは NSC 在学中の芸人の卵たちも対象となっていた。毎週行われるオーディション形式のライブでの観客と審査員による投票で次回開催時のランクが決められるようになっていたが、ランク数もネタ時間の長短で区分される A リーグと B リーグの2つのみと少なかった。 なお、名古屋 NSC では授業の中で自作のネタを講師に提出し、一定の評価を受けた者は、毎週行われるゴングショー形式のオーディションライブに出場して、そこで優秀な成績を上げた者がこのシステムに参加できるようになっていた。余談であるが、現在スピードワゴンとして活動している、糸田淳と小沢和孝の両名は、名古屋 NSC 及び名古屋吉本在籍時は別々の、 コンビで活動していたが、このシステムで共に A リーグの常連で、小沢のコンビ、バツイッチは毎回優勝、糸田のコンビ、マグニチュードは毎回2位だったというエピソードがある。あなたの町に住みます。プロジェクトによる中部地方告権を担当する芸人、名古屋吉本の管轄下にある、M-1 グランプリファイナリストになったスピードワゴンとザブングル、 R-1 グランプリ2012で準優勝となった杉ちゃん、キングオブコントファイナリストになった松本リンス、占い師としてブレイクしたゲッターズイーダが挙げられる。いわし。なんか書いて金曜日、グーブログ、2019年8月1日閲覧、風亀丸いわし天狗、落語家の柳谷花一くん、アメーバブログ、2019年8月1日閲覧、 名古屋吉本で一緒だった芸人。探求 a イトリップスタッフイラスト担当。ありがとうございます。